ムアンクラビー軍は、台南部、クラビー県にある軍である。クラビー県の県庁所在地でもある。クラビーとは、刀という意味と猿という意味の二通りある。日本語では、クラビとも。1872年、現在の国道4号線とクラビー川が交差する、付近に、旧市場があり、そこへ、ラーマ5世の命により、軍庁が置かれたことに始まる。その後、漁業や、 商業用の旅行を求めて、市内が南下、市街地が現在の場所に移動した。クラビーは、もともと、パークナーム軍と呼ばれていたが1938年、県名と県庁所在地の名前を一致させるという政府の政策により、ムアンクラビー軍と解消された。アンダマン海に面し南に、p p 諸島などがあり、本土クラビー市西部のハート、 ノッパラットターラピーピー諸島海洋国立公園を形成している。同じく、市西部にはスサーン方位と呼ばれる海が大量に化石化した、ここ以外では日本とアメリカでしか見られない場所がある。また、市北部にはカオパノムベンチャー国立公園がある。交通は、市西部にクーラビー空港があるほか、北西から南東に国道四号線が通っており、北西にパンガー、 北東にスラータニー、南にトラン方面、東にナコオンシタマラートと通じている。農業や観光業、石灰岩の採石が盛んである。農業ではパラゴムの木、パームヤシの生産が盛んである。軍内には10のタムボンと66の村がある。自治体が設置されており、以下のようになっている。また、 軍内には八つのタムボン行政隊が設置されている。以下は、軍内のタムボンの一覧である。内結板のタムボンは現在は分離し、ヌアクローン軍を形成している軍である。ありがとうございます。